おい、一体今どこにいるんだ。家事をサボるなんて嫁として最低だぞ。電話口でそのように怒鳴ってきた夫、一体何様のつもりだろうか。私は呆れながらも夫の質問に答えた。え、気づいていないの？私の名前はみゆき、30歳の専業主婦だ。夫のゴーダとは結婚して2年になる。夫との出会いは友人の紹介だった。当時私は長年付き合っていた彼氏に振られたばかりで昇進状態だった。そんな私のことを気遣って友人が彼を紹介してくれたのだ。彼は私好みの顔をしていて、そして会社員として収入もちゃんとしていた。同い年ということもあり、共通の話題も多くて、一緒にいてとても楽しい時間を過ごすことができた。私たちはお互いに惹かれ合い、やがて付き合うようになった。そして1年の交際期間を経て、私は彼からプロポーズをされた。俺には君が必要だ。この先もずっと俺のことを支えてほしい。はい、よろしくお願いします。この時は彼のプロポーズの言葉は愛の言葉だと思っていた。だが実際はそうではなかったということを私は後になって知ることになる。はじめまして、みゆきと言います。どうも、コータの母です。こんな車椅子の姿でごめんなさいね。いえ、そんなの全然気にしないでください。彼の母親は介護が必要な状態で車椅子生活を送っていた。父親は数年前に病気で他界しているらしく、現在は彼が実家に住んでサポートをしているそうだ。基本的にヘルパーさんを呼んでるんだけど、やっぱりうまく意思疎通ができないことも多くてね。だからみゆきが介護をするって言ってくれて本当に嬉しいよ。え？みゆきさん介護をしてくれるのかい？義母は彼の発言に驚いていた。まあ確かに結婚の挨拶の段階でいきなりそんなことを言われたら驚くのも無理はない。私は夫に頼まれて結婚したら専業主婦になり介護をすることを承諾していた。それくらい私は彼のことが好きで、彼のためならそれくらい全然できると思っていたのだ。ありがとう、助かるわ。これからよろしくお願いしますね、お母さん。義母は私が介護をすると知って喜んでいた。コータは一人息子なのだが、義母は娘も欲しかったらしい。そして実際に結婚生活が始まり、介護も始まったのだが、義母は私にとてもよくしてくれた。こうやって切ると切りやすいのよ。わあ、本当ですね。味付けはこれくらいシンプルでいいの。じっくり煮込めば野菜の旨味でどんどん美味しくなるから。本当だ、すごい美味しいです。なんだか本当の娘と親子のやりとりをしているみたいで嬉しいわ。本当の娘だと思ってくださいよ。みゆきさん、本当にありがとね。私と義母はすごい仲が良かった。義母はとても可愛らしくて優しくて物知りだった。私は義母から料理をはじめとしていろんなことを教わった。こんな義母の美味しい料理をずっと食べてきた夫が羨ましいと思ったほどだ。私はもともと仕事が好きな人間だったけれど、義母との時間が幸せだったので、こうして専業主婦になるのもいいなと思った。だが結婚生活自体はあまりうまくいっていなかった。お帰りなさい。今日もお仕事お疲れ様。ああ。すぐにご飯にする？それともお風呂に入る？飯。わかったわ。夫は結婚してからというもの、ものすごく私に冷たくなった。基本的に夫が私に話しかけてくることはない。だから私がいつも何か話題を考えて質問をしていた。夫はそれに対して一言二言答えるだけ。あとはずっと寡黙で一人でスマホをいじっているだけだ。私は夫の急な態度の変化に困惑してしまった。付き合っていた頃は私を喜ばせようとしていたし、自分から話題も振ってくれていた。それなのに今では私と会話をすることさえも面倒くさいという感じだ。食事時だって静かだから、結局私は義母と二人で話をするしかない。義母も夫の態度には少し疑念を抱いていた様子だった。なんだかごめんなさいね。あの子、もう少し喋る子だと思ってたんだけど。いえ、大丈夫ですよ。きっと今は仕事が忙しいんだと思います。今時期は確か繁忙期だったはずですから。そうね、きっと忙しいのね。でもあまり続くようだったら私から言っておくからね。ありがとうございます、お母さん。
私は娘同然のあなたを手放したくないのよ。そう言ってもらえて嬉しいです。義母が私の味方でいてくれることが本当に救いだった。夫が冷たくなった原因は全く分からず、仕事が忙しいからだと思うしかなかった。その後も夫の態度は相変わらずだった。ひどい時はあーの2文字でしか夫の声を聞かない日もあった。私はできる限り夫との時間を作ろうとするのだが、全然夫は前向きになってくれない。こんな状態で夜の営みなんてできるはずもなく、夫とは結婚してからほとんど行為をしていない。義母に孫を早く見せてあげたいと思っているのに、これでは一生子供なんてできないだろう。それから数ヶ月が経ったが、夫の態度は変わらなかった。ある日、そんな状況をまずいと思ったのか、義母が夫に対して苦言を呈してくれた。ゴータ、あなたはみゆきさんと夫婦なのよ。もう少し夫婦としてのコミュニケーションを取るべきじゃないかしら。義母がそうやって怒ると、夫は目を見開いて驚いていた。そして少し考え込んだ後、口を開いた。そうか、俺は自然体でいたつもりだったんだけどな。みゆきはずっと不満に思ってたのか？うん、結婚前とは少し態度が変わったなって思ってたよ。私は正直に答えた。夫はそうかと言った後、分かったと言った。一体何を分かったというのだろうか。これからはちゃんと会話をしてくれるということなのだろうか。私も義母もちょっと煮え切らない状態で会話は終了した。翌朝、夫は朝食を食べた後、じゃあ行ってきますと言って家を出た。私と義母は驚いて顔を見合わせた。夫が久しぶりに自ら話しかけてくれた。それだけで嬉しい。どうやら義母の言葉が効いたようだ。その日は仕事から帰ってきたらただいまと言ってくれたし、食事中も会話に参加してくれた。私は久しぶりに夫とちゃんとした会話をすることができて嬉しかった。義母もほっとした様子で楽しそうに会話に参加していた。結婚生活というのはいろいろなことが起きるし、こうやってお互いのいろんな部分を受け入れていかなければならない。難しいところも多いが、自分の気持ちを正直に言うことは大事なんだなと思った。それからというもの、夫は普通に会話をしてくれるようになった。私はようやくちゃんと新婚生活が始まったような気がした。義母とも夫ともいい関係を築けていたこの時期が一番楽しくて幸せだったと思う。だが、一難去ってまた一難とはよく言ったもので、夫との関係が良くなった頃、義母の体調が悪化してしまった。今までは車椅子生活でも元気に動いていたのだが、寝たきりになってしまった。みゆきさん、本当にすまないね。こんな状態の老いぼれの世話は辛いだろう。何言ってるんですか、お母さん。辛かったら今頃逃げ出してますよ。私がちゃんとお世話をしますから、安心してください。ありがとう。とはいえ、寝たきり状態の義母を私一人でずっと面倒を見るのはなかなか大変だった。スーパーに買い物に行っている時とか、義母を一人にしなくてはいけなくなる。そういう時、何か起きていないか、義母が倒れてはいないかととても心配になってしまう。そして義母が寝たきりになったことで、再び夫の態度に変化が。今日、お母さんちょっと調子悪いみたい。そうか。今はご飯食べて落ち着いてるんだけど、また病院に連れて行った方がいいかも。うん。夫は、また私の話を聞いてるんだか聞いていないんだかわからないような相槌を打つようになった。そして、また会話が減っていったのだ。私はさすがにきつかった。寝たきりの義母の介護はやっぱり大変だし、その上で夫にまた以前のような冷たい態度を取られるのはさすがにきつい。私は精神的にかなり参っていた。そんな中、とうとう義母は入院が必要になってしまった。どんどん容態が悪くなる義母。私は毎日お見舞いに行った。でも義母には申し訳ないが、介護から解放されたことは少しありがたかった。みゆきさん、今まで本当にありがとう。あなたのおかげでこの1年半ほどはすごく楽しく幸せに過ごすことができたわ。お母さん、これからコウタのことよろしく頼むわね。義母はそう言って息を引き取った。私は大好きだった義母が亡くなってしまい、本当に悲しかった。
夫は仕事を抜け出せないと言い、義母が危篤状態なのに病院に来なかった。母さんは？安らかに眠ったわよ。そうか、行けなくてすまなかった。でもお前がいてくれて幸せだっただろう。夫はそのように言っていたが、義母からしたら一緒に来てほしかったのは実の息子である夫だろう。それからすぐに義母の葬儀が行われたのだが、夫は忙しいからと言って私に葬儀の準備を任せた。私は夫に不信感を抱きながらも義母のために葬儀の準備をした。夫は喪主だけはちゃんとしてくれて、義母の葬儀はちゃんと行うことができた。だがそれからの私たちの夫婦生活は悲惨だった。夫は相変わらず無口で、家にいてもほとんど会話をすることがない。私が話しかけても適当な相槌を打つばかり。本当にこれは結婚していると言えるのだろうか。私は息が詰まる思いがした。私は専業主婦なので、夫くらいしか会話をする相手がいない。ご近所の人たちとは顔を見かけたら挨拶とか軽くお話はするが、皆さんはそれぞれの家庭があり、あんまり長く会話をするわけにもいかない。ここまで夫とのコミュニケーションが取れないとなると、私は心が病みそうだ。だから私はある相談を夫にすることに。ねえ、お母さんの介護もなくなったことだし、私また働きに出ていいかな。家のことはきちんとやるから。夫は私の発言に目を見開いて驚いていたが、ああいいんじゃないと返事をしてくれた。私はすぐに仕事を探しに行った。するとちょうどいい条件での事務職があったので応募してみることに。もともと一生懸命に会社員として働いていた経験があったので、私は採用してもらえることになった。どうせなら正社員として働きたいと思っていたので、パートではなく正社員として採用してもらった。夫には面倒くさがられたが、ここは譲らずに頼み込んで扶養を外す手続きをしてもらった。この選択は間違ってはいなかったと思う。私は久しぶりに会社員として働くことができてとても楽しかった。職場の人たちはとても優しくて、私に丁寧に仕事を教えてくれた。おかげですぐに仕事に慣れることができた。みんな私の仕事ぶりを褒めてくれて、上司も雇ってよかったと褒めてくれた。こうして夫以外の人と関わるのは精神衛生上も良かったし、何より周りから認めてもらえることはとても嬉しい。夫と二人きりで家にいると、私は人として何も評価してもらえていない気がしていたからだ。そしてちゃんと家事も両立させていたので、夫から文句を言われることもなかった。だが夫の態度は相変わらず冷たかった。私が自分の仕事の話をしても、夫は適当な相槌を打つだけ。しまいには相槌さえも全くしなくなった。せめて返事くらいはしてほしい、そう思ったが、夫は何も言葉を発しなくなった。お帰りもおはようなどの挨拶にすら反応しない。気がつけば夫は完全に私を無視するようになっていたのだ。一体これはどういうつもりなのだろうか。私は夫の行動が信じられず、職場の人たちに相談することに。こういう時、働きに出ていて本当に良かったと思う。相談できる人や愚痴を聞いてくれる人がいるのはとてもありがたい。そしてみんな私の話を聞いて驚いていた。え？旦那さんがずっと無視をしてくる？はい、そうなんです。結婚当初から会話は少なかったんですけど、ここ1ヶ月は全く会話をしてくれなくて、ほとんど空気のように扱われてるんです。何それ、ひどすぎじゃない？職場の人たちは夫がひどいと言って私の味方をしてくれた。そしてその中の一人がこんなことを言った。それって言いづらいけど、旦那さん不倫とかしてない？え？だって聞いた限り、みゆきさんに落ち度はないし、だとしたら旦那さんの方に何かやましいことがあると思うの。私はそう言われて初めて夫の不倫を疑った。そして一度疑うとどんどん怪しいと思うようになった。そのため私は更新所に依頼して夫について調査してもらうことに。すると1週間ほどですぐに調査結果が出た。案の定、夫は不倫をしていた。相手は職場の後輩らしく、調査によると長い期間交際をしているようだった。それはつまり私が義母の介護で大変な時も不倫をしていたということだ。私は怒りでいっぱいになった。夫は私のことを都合のいい家政婦としか思っていなかったのだろう。
こんな状態で結婚生活を続けることはできない。私はすぐに荷物をまとめて家を出た。そしてとりあえずビジネスホテルに泊まった。それから翌日、離婚届を役所に取りに行き、自分の箇所を記入した。そして私は不倫の証拠写真と一緒に離婚届を封筒に入れて、夫がいない隙に今のテーブルに置いておいた。これで私が離婚をする気だということが伝わるだろうし、写真を見て焦るだろう。だがそれから数日経ったが、夫から連絡は来なかった。まあ来ないなら来ないでいい。なんなら離婚届も出しておいてほしいくらいだ。不倫についての慰謝料は絶対に請求するから、そのやり取りができればいい。私が家を出てから5日ほどが経った頃、ようやく夫から電話がかかってきた。おい、一体今どこにいるんだ。家事をサボるなんて嫁として最低だぞ。電話口でそのように怒鳴ってきた夫。一体何様のつもりだろうか。私は呆れながらも夫の質問に答えた。え、気づいていないの？あなたと私はもう終わってるのよ。あ？あなた、今のテーブルに置いてある封筒を見てないの？封筒？これのこと言ってんのか？こんなもの見るわけないだろ。あ、そう。じゃあ今見てちょうだい。なんでそんなことお前に命令されなきゃなんねえんだよ。いいからさっさと帰ってきて家事をしろ。だからまずは封筒の中を見てちょうだい。離婚届とあなたの不倫の証拠写真が入ってるから。え？夫は急に黙り込んだ。ガサガサ音が聞こえてきたからきっと中身を確認しているのだろう。なんだよこれ。どうしてこんな写真が。更新所に調べてもらったのよ。まさかあなたが不倫をしていたなんてね。もしかして結婚当初から冷たかったのはその頃から関係を持っていたってことかしら。そんなわけないだろ。夫はわかりやすく動揺していた。おそらく図星なのだろう。それじゃあ私のこと家政婦代わりにするために結婚したんだ。それは違う。俺は二人のことを平等に愛そうと。はあ？一体何を言ってるの？みゆきのことも付き合っていた頃は大事にしていた。だけど結婚した途端になんだか完全に自分のものになったという安心感から魅力を感じなくなって、そしたら気づいたら後輩とそんな関係になってて。そういう嘘いいから。え？あなたが私に家事をやらせるために結婚したことはもう知ってるの。私は夫の友人であり、夫と同じ職場で働く同僚に話を聞きに行っていた。彼は夫の味方をするかもしれないと思ったが、私が悩んでいることに気づいたのだろう。正直に話してくれた。どうやら夫は飲み会とかでよく家政婦代わりとして私と結婚をしていて、他に本命はいるということを話していたそうだ。そんな、あいつバラしたのか。みんなあなたの話を不快に思っていたそうよ。そんなことを自慢して何が楽しいんだって。あなた会社では結構嫌われてるらしいわね。嘘だろ。みんな普通に接してくれてるのに。それはみんなが大人だからでしょ。それに職場だし、まだあなたが不倫しているのかも定かじゃない状態でひどい態度を取ることは普通はしないでしょ。あ、でもあなたは何にもやましいことがない私にずっと冷たい態度を取ってたっけ。そんなことできるのって普通じゃないわ。あなたは性格がねじ曲がってるってことね。いずれにせよ離婚は絶対だから慰謝料も請求するし覚悟してなさい。私はあなたを地獄に落としてやるんだから。私が叫ぶと夫は電話口で情けない声を出した。私は気にせず電話を切り、弁護士を通して夫との離婚と慰謝料を要求した。夫と不倫相手はかなり豪遊していたらしく、慰謝料が支払えないとダダンをこねていたらしい。だが私は絶対に屈することはなかった。分割での支払いも過だとし、もし支払いが少しでも滞ったら給料を差し押さえると弁護士の方に伝えてもらった。すると夫も不倫相手も途端におとなしくなり、すぐに慰謝料の支払いに応じた。だが全く貯金ができていなかった夫は慰謝料のせいで生活がかなり苦しくなり、そんな状態だから不倫相手との時間も作ることができずに二人の関係は終わってしまったそうだ。また夫の不倫が明らかになったことで職場の人たちは元夫に対して厳しく当たるようになったらしい。今までは疑惑だったが、今は事実なので優しくする必要はないだろう。だが元夫は慰謝料を支払わないといけないので、肩身の狭い思いをしながらも仕事を辞めることができずにいるらしい。ちなみに不倫相手は厳しい目を向けられながら働くことができず、仕事は辞めて自分の親に慰謝料を肩代わりしてもらったそうだ。現在はフリーターをしながら親に借金を返しているんだとか。
一方私は単身用のマンションに引っ越して快適に暮らしている。仕事も安定しているし、今は友人を部屋に呼んだりして宅飲みなどをしながら独り身の生活を満喫している。息子のことをよろしくねと言ってきた義母との約束を果たすことはできなかったが、あんな男には優しくなんてしなくていいと、きっと義母なら私のことを許してくれるだろう。しばらくは恋愛や結婚はいいので、自分自身の幸せのために今の仕事に打ち込んで結果を残していこうと思う。家政婦にするために結婚したってひどすぎますね。こういうのって結婚詐欺とかで訴えることはできないのでしょうか。まあ最終的にコータが転落していったのでスカッとしました。主さんは本当に大変でしたね。まだまだ若いので、これからお仕事でどんどん活躍できると思います。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。